ドリームクリエイターのおぎんです。世の中にはさ、いろんな世界があるじゃない。まあグルメの世界とか、パーリーピーポーの世界とか、あと社畜の世界とか、ニートの世界、まあいろんな世界があると思うんだけど、ちょっとね、覗いてみたい世界があるんですよ。今日はそんな気になる世界を覗いてみようと思います。ダッチャワイヤーが気になってる世界がこちら、メダカの世界です。これがね、うちの大臣が管理してるこのメダカの亀っていうのかな、なんだろうなこれ、メダカメダカ入れ、メダカ入れじゃないかなんかまあこういうメダカ用の亀をさ、いくつも持って、まあ彼が管理してるわけなんですけれども、こいつらが一体どんな世界を見てるのかちょっと見てみようかな。ちなみにこっちのなんかこのメダカはすごい高いやつらしい。よくは知らないけど、なんか高いやつなんだって。でこっちはまあよくあるヒメダカですね。ヒメダカよくいるやつ、なんか楊貴妃っていう品種のやつも混じってるらしい。よく知らないけど。でこっちが今年生まれたこいつらの赤ちゃんですね。うん、めっちゃいる。じゃあこのメダカの亀の中にこの GoPro を沈めてみよう。わかるかな、あのめっちゃね、中でエビがたかってる。 GoPro にエビがめっちゃたかってるよ。ちょっとわかりづらいかな、ほらあそこにほらいるいる、あれ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 、めっちゃ GoPro にエビたかってるわ。エビもね、すごい赤ちゃんが生まれて今めっちゃいるんですよね、この中めっちゃエビいる。はい、いかがだったでしょうか。メダカたちが見ている世界、いや案外さ、水の中から見る外ってクリアに見えてんだね。海とかプールとかだと結構波が水面に立ってて外見てもなんかよく分かんなかったけど、意外とさ、波ないところ水中から外見ると結構クリアに見えてんだね。ってことはちゃんとメダカもいつも餌をくれる人とくれない人の違いが多分分かってるんだね。いやしかし案外綺麗でちょっとびっくりした。うん、メダカたち気持ちよさそうだな。え、大臣に撮影の許可？取ってません。それじゃあ以上、解散。動画を見てくれてありがとう。
こんな感じでくったらないことしてるから、よかったら他の動画も見てね。で、面白いなって思ったらチャンネル登録もよろしく。 Twitter とかもやってるから、別にフォローしてくれてもいいんだからね。それじゃ、またね。